今日はですね、ちょっと遅めにスーパーへ行きまして、このさば寿司が 30% オフで200円ぐらいだったんですよね。で、このマグロの赤身、これが197円の半額。安いでしょ。こういう食べ方するとね、楽しくなりますね。それでは、食べていきます。まずマグロからね。うん、うまい。とろとろ。サラダじゃどうかな。今日の昼間ね、放送をしたんですよ。放送で昼ご飯食べたんですけども、天津飯と餃子のラーメン食べたんですけどもね、なんかいつもと違うんですよね、味が。なんだろうな、不思議な感じでしたけど、まあ美味しく食べましたけどね、作ってる人が変わったのかな。それはもうそうしたのが自粛生活入ってから初めてですね。前はよく言ってたんですけどね。バッチャーとかサバ寿司は昔はあんまり興味なかったんですよ。高校生ぐらいになって、立ち食いの寿司屋っていうのかな、寿司屋さんの前にカバー引いた箱が置いてあって、そこに寿司が入ってるんですよね、いろんな。で、ここにおばあさんが座ってて、すごく買うわけなんですけども、僕はいつも思い合わせみたいなものを頼んでたんですよ。この友達はバッチラばっかり飲んでたんですよね。まあ、そんなバッチラうまいとか言ったら、うまうまい。って意味ですよね。で、つい僕もバッチラ買ってみたら、うまいじゃんみたいな感じで。そこから好きになりましたね。ただこれは、この寿司はバッテリーではなく、サンマ寿司かな。だいたい、サバ寿司かな。
岡山に住んでる頃は、三番寿司もあったんですよ。サバの代わりに三番を使って、ちょっと発酵らしいのかな。その辺のことちょっと忘れたけど、それでもよく過ごしましょう。まあ、それもなかなかうまいもんですね。見かけないもんなんですよ。壁面とか言ったらね、多分あると思いますよ。寿司に合うな。わさびと寿司の付け合わせ誰が考えたんだろうね。わさびはなければ寿司は成り立たないおかげでしょう。やっぱ寿司さん、本当わさびは寿司にとって大事なものです。さて、コロナはどうなるんでしょうかね。東京はまだまだ2桁台。ねえ。厳しいですよね。自粛って言われて、仕事ができなかったらもうね、何もできないもんね。寿司食べに行って赤だし食べます。赤だしね、まあ大好きなんですけども。